次に藤岡隆雄君、はい、藤岡君、はい、立憲民主党の栃木県第4区の藤岡隆雄と申します。本日も地元栃木県第4区の皆様に感謝を申し上げ、そして質問の機会を与えてくださった先輩関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。また今日岡本財務副大臣、どうもありがとうございます。まあ、先日も決算行政監視会の後ですね、少しお話しさせていただいて大変恐縮でございます。折にも今の異次元金融緩和の長期化ということに関してもですね、まあ表では言えないでしょうけども、まあなんか問題意識を持ってらっしゃるのかという雰囲気もですね感じているところでございまして、まあぜひですね今日は政治家としてのですねご答弁というのをですねまあお願いしたいなということで思っております。さて、この自賠責法案のですねその改正のことでございます。まあ、自動車事故の被害者保護の増進のこれを充実させていく、これに関しては私もですねもちろんこの賛意を表したいということを思っております。賛同でございます。ただ同時にですね、まあ、いわゆる先ほど笹川委員の方からも、自民党の笹川委員の方からもご質疑がございました。まあ、この今新たにですね自動車ユーザーに実質的にこの賦課金がですねまあ課せられてしまうということに関しまして、そのもともとその前の話として、いわゆる1兆1200億円ですね、平成6年度7年度自動車ユーザーが積み立てた資金がもともとのこの原資というものがですねこう一般会計に繰り入れられてしまっていて、それが法律にのっとって先ほど大臣もおっしゃいましたけれども、まあ、ある意味簡単に言えば返済をするというふうに規定をされているというところがございますが、しかしいまだにこの30年近くですね経っているにもかかわらず、まだ6013億円、返済が6000億円ぐらいですね、返済がこうなされていないと。まあ、ある意味これは財務省から国土交通省にこれ返済して返していただかないといけないというふうに私は思うんですけれども、こういう中でですねやはり新たに賦課金が課せられてしまうということにつきまして、やはりまずはですねこの繰入金のこの返済についてしっかりこれ議論をさせていただきたいということをまず思います。その意味でまずですねこの繰入金のその残存額につきまして、新たなその大臣間合意というものがなされたと思います。令和5年度から令和9年度までの間にですね分割して一般会計から自動車安全特別会計にまず繰り戻すという、これ約束というふうな理解でよろしいでしょうか。まず斉藤大臣、そして財務副大臣、順番にご答弁をお願いしたいと思います。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、まあ、原則として令和5年度から令和9年度までの5年間において分割して一般会計から自動車安全特別会計に全額繰り戻していただくこととしております。国土交通省としては昨年の大臣間合意を踏まえ、一般会計からの繰り戻しが着実に行われると認識しております。毎年度の具体的な繰り戻し額については毎年度財務省および国土交通省が協議の上決定することとしておりますので、まあ、引き続き財務省に対して全額の繰り戻しに向けて着実に繰り戻しを進めるよう求めてまいりたいと思っております。続いて岡本財務副大臣。国交省の検討会におきまして、大臣会において合意をした期限までに全額の繰り戻しが実施されなかったことは大変遺憾、加えまして財務省に対しては大臣間合意に従い着実に繰入金の残額を繰り戻す措置を講じることを強く求められまして、この意見真摯に受け止めております。昨年12月の大臣間合意では一般会計からの繰り戻しの残額を繰り戻す期間について原則として令和5年度から令和9年度に改めた上で、合わせて令和5年度以降の毎年度の具体的な繰り戻し額につきまして令和4年度の繰り戻し額の水準を踏まえること、繰り戻しに継続に取り組むことを明記をいたしまして、国交大臣と財務大臣の間で合意をいたしました。財務省といたしましてはこの新たな大臣間合意に基づきまして毎年度の繰り戻し額につきまして一般会計の財政事情が厳しい中においても被害者保護にかかる事業が安定的継続的に実施されるように引き続き真摯に国交省との協議の上繰り戻しを着実に進めていきたいと考えています。藤岡隆雄君。はい、まあ、本当にこの合意がですね空手形にですねならないようにということでさらに確認をさせていただきたいと思いますが、まずそのこの国土交通省としてもですね財務省に対して今斉藤大臣もまあ要望していると話もありました。改めてですね従来からこれもかねてから以前からですね大臣間合意が繰り延べという形になっておりますけれども、従来から財務省に対してですねこの戻してもらうということの要望を強くされていたということでよろしいでしょうか。委員長。
国土交通、斉藤国土交通大臣。はい、従来からさせていただいておりましたし、昨年12月も、私鈴木財務大臣と直接お会いして、強くこの繰り戻し、全額の繰り戻しを要望した、強く要望したところでございます。藤岡隆雄君。その中でですね、令和4年度の繰り戻し額が54億円というふうになったということにつきまして、この根拠というのはですね、どういう根拠でこうなったんでしょうか。財務副大臣にご答弁をお願いできればと思います。岡本財務副大臣、お答えいたします。各年度の一般会計からのこの繰り戻し額につきましては、財務大臣と国交大臣の間の合意文書に基づきまして、協議の上で決定するということになっておりますけれども、令和4年度予算におきましては、事故被害者を介護されるご家族の高齢化への対応の拡充や、高次脳機能障害者の社会復帰等を促進する事業の新設など、事故被害者対策の充実を行うとともに、事業の原資である積立金の取り崩し額を縮減する等の点を総合的に勘案をいたしまして、令和3年12月22日の大臣折衝におきまして、繰り戻し額を前年度より7億円増となる54億円に増額することで、財務大臣と国交大臣の間で合意をしたところであります。またこの大臣折衝におきましては、併せて令和5年度以降の繰り戻しに関しまして、新たな大臣合意を更新したところでございますが、財務省といたしましては、この新たな大臣合意に基づきまして、一般会計の財政状況が厳しい中においても、被害者保護にかかる事業が安定的、継続的に実施されますように、一般会計からの繰り戻しを着実に進めていく考えでありまして、引き続き真摯に国交省と協議の上で対応してまいりたいと考えています。はい、藤岡隆雄君。積立金の額を少しでもですね、減らすというふうなレベルでしかですね、今この54億円というのがですね、定められた根拠として、そういうふうになってしまっているのかなというのは、ちょっと残念な思いがいたします。本当に私の地元の栃木県もですね、非常に車社会でございまして、自動車検査登録情報協会の調べによりますと、1人当たりの自家用車保有台数は全国2位と、また、1世帯当たりということで言いますと、全国5位と、ちょっと年度のそこ今の、ね、差はあるんですけれども、そういう中でですね、非常にこの地域にですね、賦課金というのはこうですね、負担がかかってくるものでございますし、車社会のこの地域に対しての負担も非常にかかってくるということになると思います。その意味で、今のこの54億円ということでございますと、100年以上ですね、かかってしまうということで、そこで新たな大臣間合意の中で、私、やはり先ほど来、斉藤大臣からもご答弁がございますが、新たに付け加わった文言のところですね、今日ちょっと資料もお配りさせていただいておりますけれども、すでに委員の皆さんご覧だと思いますけれども、いわゆるこの令和4年度予算における繰り戻し額の水準を踏まえというふうに、3番にですね、新たな記述が加わりました。これはですね、おそらく過去何年かも15年ぐらいですね、繰り戻しがゼロだったということもあって、何年でも少しでもですね、もうこの金額をなんとか基準にと、またゼロにならないようにと、そして継続をというふうなことも、いうことも理解をいたします。しかしながら、あくまでも6013億円をですね、5年間でという約束だとすればですね、この文言が入ることによって、54億円がまさに先ほど大臣がご答弁されました、目安というふうにおっしゃったんですね。目安ということになってしまうと、それが結局100年以上かかってしまう、5年間でかかる約束だとしたら、これが目安という解釈だとするとですね、私は非常にこれはですね、大きな疑問を感じてしまうわけでございますね。で、これがそういう趣旨でないということであれば、まだですね、どうなるかなというふうに疑問を思いながらもですね、受け止める、どうなるかなってあるんですけれども、これが目安となってしまうと、これが100年以上かかってしまうということでございますから、改めて、さっき大臣の目安とおっしゃいましたけれども、これ目安、ね、この、ね、目安だったら100年以上かかっちゃいますから、あくまで目安は1200億ですよね。目安は1200億、1200億5年間でしたらですね。ということをですね、今、ご答弁いただきたいと思うんですけど、これ、令和4年度予算における繰り戻し額の水準を踏まえと、改めて追加して盛り込んだ趣旨につきまして、斉藤大臣と岡本副大臣にご答弁をお願いしたいと思います。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、今の盛岡委員からご指摘のありました、その、今回の大臣間合意に盛り込んだ、令和4年度予算における繰り戻し額の水準を踏まえと、
まあ、この言葉の意味でございますが、一つは先ほど藤岡委員おっしゃっていただきました、まあ、過去に繰り戻しがなされなかった期間があったこと等の経緯に鑑みまして、必ず返してくださいよと、毎年必ず返してくださいよという意味を込めた、これが一つでございます。それからもう一つはですね、目安という言葉ですけれども、ある意味では目安という言葉はそういう意味では不適当だったのかなと、今指摘を藤岡委員のお話を聞きながらそう感じてところでございまして、毎年必ず一定水準以上の繰り戻しを行うためと、まあ、その54億円というのは最低水準ですよと、一定水準以上の繰り戻しを行っていただいて、先ほど申し上げました令和9年度から10、この5年間の間にですね、全額返していただくと、これが大臣官公の原則であると、このように考えております。岡本財務副大臣。昨年12月の大臣間の合意の締結に先立ちまして、被害者団体や自動車ユーザーの皆様からは、被害者救済事業等の安定かつ持続可能な実施に向けた返済計画を併せて明示をいただきたい、少なくとも合意期間中における繰り戻しの継続と、毎年度の繰り戻し額の目安を示していただきたいとのご要望を頂戴をいたしました。こうした中で、新たな大臣間合意では、令和5年度以降の繰り戻しについて、令和4年度の繰り戻し額の水準を踏まえること、繰り戻しに継続的に取り組むことを明記した上で、国交大臣と財務大臣の間で合意をいたしました。今回の合意内容は、今後の繰り戻し額を国交省と協議する際の一つの目安になると考えておりますけれども、しかしながら着実に繰り戻しの返済を実現できるように、今後も真摯に国交省と協議を続けてまいりたいと考えています。藤岡隆雄君。はい、岡本副大臣、今、斉藤大臣からですね、まあ、目安というのは、まあ、適当でなかったかなと、そして最低水準というふうにお話をいただきました。最低水準ということでよろしいですか、まず確認させてください。はい、岡本財務副大臣。国交省と協議を進めながら、着実に返済を前に進めるように、尽力してまいりたいと考えています。藤岡隆雄君。まあ、54億円最低水準、大臣、あくまで目安はですね、斉藤大臣にお聞きしたいんですが、目安は5年間ということでございますから、目安はやはり1200億円というのが目安だと思うんですけど、いかがですか。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、毎年必ず一定水準以上の繰り戻しをしていただくよう、これからもしっかりと財務大臣と、また財務省と交渉していきたいと思っております。藤岡隆雄君。はい、まあ、本当にこれ、ぜひですね、しっかり戻してもらうということは、これ担保していただかないといけないと思うんですね。で、参議院の以前、国土交通委員会、平成13年におきまして、自賠責特会からこの一般会計のですね、繰入金および自賠責特会の当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入は、速やかに自賠責特会に繰り戻すことというふうな付帯決議もされておりました、平成13年でございます。一方で16年度からですね、29年度まで繰り戻しがゼロになっていたと思いますけど、これ、なぜゼロになってしまっていたんでしょうか、付帯決議のですね、精神をですね、これはもう反しているということになると思いますけども、岡本副大臣、いかがでしょうか。岡本財務副大臣。付帯決議のその精神をおもとといたしましながら、大変厳しい財政状況でございましたので、その時の財政状況を鑑み、国土交通省と協議をさせていただきまして、そのような取り扱いをさせていただいております。はい、委員長。藤岡隆雄君。まあ、厳しい財政情勢ということでございますが、安倍元総理がですね、1000兆円の借金も大丈夫だというね、ふうな話をおっしゃっているというふうにもですね、聞こえてまいります。まあ、改めてですね、これぜひですね、この今回、岡本副大臣、自動車ユーザーにやはり新たな負担をですね、かけてしまうというところは非常に大きなですね、今回違いだと思うんですね。その意味で、もともと自動車ユーザーのやはりこの原資のものがですね、それが一般会計に繰り入れられていて、それが戻されていない、その戻されていない中で、やはりこの新たな負担というのはですね、これはもう少しですね、国会でも踏み込んで戻すと。いうところをですね、おっしゃっていただきたいと私は思うんですね。まあ、先ほど54億円目安、まあ、54億も絶対下回ってはもちろんいけない、54億円をですね、やはり
からさらにですね、来年は増額をしていただかなければいけない、できれば1200億円にしていただかなければいけない、やはりなぜそういうことを申しますかということを申しますと、まあ、資料を今日お配りしておりますけれども、やはりあの運用益のですね、この発生状況というところで、やはりこの低金利化、まあ、これ、日銀の金融政策の影響ということもあの、ね、ございますけれども、さらにですね、この運用益というのも減少してくるというふうなことが見込まれていると思います、これ、国土交通省さんの資料でございますけどね、まさにこれもですね、異次元緩和の長期化のですね、一つのですね、負の部分というのもこれは現れている、こういうところにも現れていると思います。そういうことからしますと、やはりですね、この54億をですね、せめてですね、これはもう最低、これは下回らない、これはですね、はっきりおっしゃっていただかないとですね、自動車ユーザーはこれ納得しないと思いますね。ぜひ岡本副大臣、この政治的、政治家としてのご答弁お願いしたいと思います。委員長、岡本財務副大臣。毎年度の国戻し額につきましては、事業の財源の一部である運用益収入が低下している点も考慮いたしまして、被害者保護にかかる事業が安定的、継続的に実施されるように、国交省と協議の上で決定してきたところでありますけれども、令和4年度の国戻し額につきましては、54億円に増額することで合意をしております。昨年12月の大臣会会合では、令和5年度以降の毎年度の具体的な繰り戻し額については、令和4年度の繰り戻し額の水準を踏まえること、繰り戻しに継続的に取り組むことを明記をし、国交大臣、財務大臣の間で合意をしております。令和5年度の具体的な繰り戻し額につきましては、この合意に基づきまして、一般会計の財政事情を踏まえつつ、何よりも事故被害者とそのご家族の皆様が不安なく、将来の生活を過ごせるようにするという最も大切な観点から誠意を持ってしっかりと協議の上対応していきたいと考えています。藤岡隆雄君。もうあの本当にあのなかなかですね、まあ、はっきりおっしゃられないというところは非常にその残念な思いがいたします。あのこの斉藤大臣ですね、改めてこの自動車ユーザーをはじめとした国民の皆様に対してこの繰り戻しがですねできていない、そしてされていない、早期の返済が必要なことをですね、改めて国民の皆様、しっかりですね、これ、自動車ユーザーに周知をですね、これ、していただかないといけないと思うんですけれども、大臣、ご見解いかがでしょうか。委員長、斉藤国土交通大臣。はい、あのこの繰り戻しがしっかり行われていくということが、ユーザーの信頼を得る大前提だと思っております。あの周知の面も含めまして、あのまあ、どのようにこのことを周知していくか検討させていただきますし、今まで申し上げてきた国土交通省の姿勢はいささかも揺るぎませんので、しっかり頑張っていきたいと思います。藤岡隆雄君。はい、あの岡本副財務副大臣、あのぜひですね、あのこれ、特例公債発行してでもですね、早期にですね、やはりこれ、繰り戻し、まあ、1年とは申しません、まあ、早期にですね、できるだけこれ、まあ、5年間という約束がございますので、空手形にこれならないようにですね、繰り戻しをやはりこれ、返済をですね、していただきたいと思いますけれども、もう一度お願いします。岡本財務副大臣。繰り戻しに関しましては、先ほど来、ご答弁を申し上げておりますとおり、国交省との合意に基づきまして、この自動車被害者の方々がしっかりとその後の生活を営む上で十分な手当ができる額を繰り戻し努力していきたいというふうに考えております。今あの特例公債のお話をいただきましたけれども、一般論として言えばこうした一般会計の繰り入れにつきまして特例公債を発行して借り換えを行うべきではないというふうに思います、まあ、そうすべきだという議論があることももちろん承知をしておりますけれども、追加発行、特例公債の追加発行につきましては慎重に対応しておき、いきたいと思います。いずれにいたしましても、何よりもこの事故被害者の皆様の生活が成り立つように、また被害を受けた方々の将来に対しての希望がしっかりと担保できるように、この繰り戻し額につきましても真摯な対応、十分な金額対応してまいりたいと思います。藤岡隆雄君。はい、あのまあ、はっきりとですね、ご答弁いただけませんでしたが、その十分なですね、今、対応、金額というところはですね、これはもう強くですね、お願いをね、したいということを思います。ちょっと時間もですね、あのまた経過をしておりまして、次、付加金のですね、金額の決定の方をちょっと、先にちょっとこちらの方をさせていただきたいということを思います。この付加金の金額の決定でございますが、政令で定めるというふうに規定をされていると思います。この金額の決定にあたりましては、法律上ですね、はっきりとこの第三者の意見聴取というところがですね、読めないというふうに私は思っておりますけれども、
まあ、先日の参考人質疑で藤田参考人からもですね、やはりその必要性というのは話が出ていると思います。まあ、この国土交通省としてもですね、この第三者のいわゆる専門家なり、また被害者の方、意見をしっかり聴取をして、これ決定をする、その間のプロセスを経るべきだという考え方でよろしいでしょうか。斉藤国土交通大臣。はい、その通りでございます。賦課金の金額を決めるにあたりましては、被害者団体、遺族の 方の団体、それから自動車ユーザー団体、学識経験者等の意見をしっかりお聞きしたいと思いますし、その聞く場というのは、さまざまな関係者が参画する、今後の自動車事故対策勘定の在り方に関する検討会という場でございますけれども、しっかりとこの第三者の意見を丁寧に聴取することとしております。藤岡隆雄君。はい、今大臣ご答弁いただきましたが、そのもう少し詳細に教えていただきたいんですが、賦課金のその金額の決定について、まあ、どのような法令の考え方、また根拠プロセスでですね、第三者の意見 を担保していくのか、もう少し詳細に今お願いできればと思います。はい、委員長。斉藤国土交通大臣。はい、先ほど申し上げた検討会におきまして、被害者や遺族団体、自動車ユーザー団体、学識経験者のご意見を伺うこととしております。また、賦課金は自賠責保険料の一部として徴収するもので、ございますので、賦課金を改定する場合には、自賠法に基づきまして、金融庁に設置される自動車損害賠償責任保険審議会に諮問することとなります。さらにご審議いただいている法改正においては、賦課金の考え方を含め、被害者保護増進等事業に関して必要な事項を定める被害者保護増進等計画の作成、この作成にあたりまして、被害者等の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずることとされております。加えて賦課金の計算式を規定する政令の改正にあたっては、行政手続き法に基づいてパブリックコメントを実施することとなります。藤岡隆雄君。はい、ありがとうございます。さらにですね、先日の参考人質疑におきまして、藤田参考人から PDCA サイクルを回して、毎年ですね、実績データに基づく検証、まあ、これはその賦課金だけじゃなくて、使途の検証を含めてですね、していきたいというふうな趣旨のご答弁だったと思いますが、国土交通省としてこの賦課金の金額をこの毎年決定するという理解ですか、それとも定期的に見直すということでしょうか。いずれにしましてもしっかりとですね、この PDCA サイクルを回して参考人からそういうお話がいただきましたので、この点につきましてのお考えをお伺いしたいと思います。委員長。斉藤国土交通大臣。定期的に見直すということを考えております。検討会の中間取りまとめにおきましても、施策の見える化を行い、その効果検証を定期的に行うことが必須であるとのご提言をいただいているところでございます。これをしっかりと受け止めまして、毎年施策の効果検証を行うとともに、賦課金の考え方を含め、被害者保護増進等事業に関しても、必要な事項を定める被害者保護増進等計画についても、定期的な見直しを行うことを考えております。藤岡隆雄君。定期的というのは3年ごととか、そういうイメージでしょうか、それとも1年、どうでしょうか。荒井川自動車局長。やっぱり賦課金自体がですね、自動車社会のその状況の変化に応じてっていうことで見直す必要があると思いますので、一応今のところは5年ぐらいの定期的っていうイメージを持ってますけれども、状況に応じて適宜ということだと思います。藤岡隆雄君。参考人はですね、毎年というふうな話をおっしゃってますので、それがですね、5年というのがですね、ちょっと参考人等の考え方がずれているというふうに、私は思うんですけども、大臣これ5年って長くないですか。でまたね、いろんなね、これ繰り戻しのまさに返済の額とかいろんなこともあると思います。それによってさらに財務省にですね、この求めていくということもあると思います。大臣これ5年長くないですか。大臣お願いします。斉藤国土、失礼、まず、荒井川自動車局長。効果検証は必ず毎年やります、ただ、いろいろなそのルールが毎年変わるっていうことが適切かどうかということもありますので、今のところはイメージとしては、変更っていうのは5年ぐらいをイメージしているということで申し上げました。斉藤国土交通大臣。
私も同じことを答弁しようと思っておりましたが、効果検証そのものは毎年、PDCA を回すという意味でも行っていきたいと思っておりますし、それらの知見を集めて、5年というふうに別に決めつける必要はないと思いますけれども、必要に応じてしっかりと対応していきたいと思っております。藤岡隆雄君、今5年というふうに決めつけるわけではないというふうにお話をいただきました。やはりこの参考人のですね、答弁も踏まえてですね、これきちっとですね、本当に検証をしっかりですね、やってこの行っていただきたいということをですね、しっかり指摘させていただきたいと思います。最初の具体的な金額はこれ150円を超えないというところで範囲で決定するという理解でよろしいですか。斉藤国土交通大臣。この金額につきましては、この検討会の中間取りまとめにおきまして、150円を超えない、できる限りユーザー負担の抑制を考慮した水準を長期にわたって維持する観点から引き続き検討することとされております。国土交通省としては150円を超えない範囲においてという中間取りまとめを踏まえ、検討会において関係者のご意見を丁寧に伺いながら、引き続き検討を進めてまいる所存でございます。はい、藤岡隆雄君。今検討とお話ありました、これ負担をかける話でございますから、万が一にもですね、これ超えるようなときは、これやはり繰り入れ返済戻してもらうということが、当然それをやっていただかなくてはいけないと思いますので、これはもうこの今示していただいている範囲はもう必ずですね、超えないように、もちろん被害者増進の保護の方もしっかりやる、それはしっかり戻してもらうということでですね、やはり行っていただきたいということを思います。岡本副大臣、ちょっとお待たせしました。あと1点ですね、ちょっとこの少し直接のこの関係というよりもですね、いわゆる積立金のですね、このやはり運用の低迷というのも先ほど申し上げさせていただきました。あくまでこの運用の低迷という視点で立ったときにですね、やはりこの長きにわたる異次元緩和のですね、この負の部分というのはこういうところ出てるというふうに私は思いますけれども、ある意味共同声明を発出されていると思います。こういう視点からですね、この運用益などが低迷していて、まさに負担をかけてしまう、こういうところにつきましてですね、副大臣のご見解をお伺いしたいと思います。岡本財務副大臣。藤岡大臣、その前にもう一つだけ、先ほど必要十分な繰り戻し額というふうに申し上げましたけれども、事業の運営上で必要が生じた場合には補正予算においても繰り上げて必要額を繰り戻すこととしておりまして、令和3年もそのように処置をいたしましたけれども、本予算補正予算含めまして必要な、繰り戻し額しっかりと対応してまいりたいと考えています。今ご質問いただきました、この金利低迷で運用が金額が低迷をしてしまっていると、運用益がという問題ですけれども、この水準の金利の水準は経済財政の状況や、海外の市場の動向などさまざまな要因で市場が決めておりますけれども、共同声明の考え方を踏まえました金融政策の下で現実的にこの10年金利が低迷し、その結果として運用益が少なくなってしまっているということはよく認識をしております。この金利が低位安定する中で事業の運営自体が厳しくなっているのは事実でありますけれども、それがゆえにこの特会の積立金に関しまして、繰り戻し額について、一定の決意を持ってしっかりと対応することによって、この事業が健全に運用されるように、最大限努力をしていきたいというふうに考えています。藤岡隆雄君。決意を持ってぜひ返済をしていただきたいということを思います。時間を押してきましたので、最後のという質問にさせていただきます。いわゆる先鋭性のですね、被害者保護増進等事業に関して、いわゆる先鋭性意識障害を抱えられた方をですね、専門的に受け入れる療養施設はこれ、今大臣に足りているという認識でしょうか。また入院期間は3年というのは妥当でしょうか。ぜひね、今後ね、拡充をこれ、私はした方がいいと思っておりますけれども、大臣のご見解をお伺いしたいと思います。斉藤国土交通大臣。現在自動車事故対策機構では自動車事故による脳損傷により先鋭性意識障害を負われた方を専門に治療看護する療護施設を全国11箇所に設置運営しております。この療護施設における入院期間については、療護施設の待機患者の状況や入院患者に対する治療改善効果などを踏まえ、平成19年4月よりおおむね3年間としたところでございます。また令和4年度には関東地域の待機患者の解消のため、関東地域に小規模委託病床5床を設置する予定であります。なおその後の療護施設の拡充については、空き病床や
待機患者の発生状況等の利用状況を注視し、必要に応じて療護施設の拡充について検討していきたいと思っております。はい、藤岡隆雄君、はい、ありがとうございました。まあ、ぜひ最後に、この返済、ぜひ強くお願いをしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に小宮山